ブースのおすすめポイントと作った時の、はい、何かありますか。おすすめポイントですか。はい、おすすめポイントはですね、うん、このマクベス、うん、一番思うんですけど、うん、ザ普通の人間なんじゃないかなまあ、ね、でもそうですよ、あの、うん、まあ人間そうね、うん、まあ、いろんな思いが錯綜してな、うん、そうですよ、ね、最終的に後悔みたいなね、まあ、あのまあやっぱりちゃんと努力は普通にしていかなきゃダメだなというのも ね、まあ、ねもしかしたらあるかもしれない。そうね、うん、ちゃんと、まっすぐ行く、まっすぐね、そう、あの、ね、ずるして暗殺とかしちゃダメです。しちゃダメ、うん、そういうことはしちゃダメです。そう、うん、分相応、うん、もう2位でいい1位じゃなくていいや、2位でいい、2位で、2位で、2位でいい。いや僕はそういう精神ですよ。だから殿のことを暗殺はしませんし、うんうん、もう僕はもう永遠に右腕として、はい、寝首をかくような真似はしませんから。何その、あの何その暗殺の前振りのやつ。いやいや、もうそんなことはもう、え、俺殺されんのいやいや、もう僕はもうただただこう、うん、一生懸命まっすぐ、やっぱりこれを見てね、そういう生き方はダメだなっていうのを再確認したことでございますから、うん、なんか俺が言われてるようですごい嫌だこの人ダメですよみたいな。いやいや、もうとんでもないです、とんでもないです、本当、うん、はい、ぜひ、ね、楽しんでいただければ、はい、作品、マクベスならぬ、マチアキ違うね、マクベスマクベスのプロモートですから。あ、そう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 、はい、マクベスでお願いします。かぶっちゃったみたいな、はい、まだけ、まだけでしょまだけです、それはもう映画マクベス、シェイクスピア没後400年の、傑作でございます。こちら、12月7日 DVD そしてブルーレイ発売となりますので、皆さんぜひぜひお買い求め、そして楽しんでください。最後まで無言です夫が王になった時、二人の運命が狂い出す。マクベス。